キンプリの永瀬廉さんの大好物はこれ。はい、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。先日テレビ番組ラビットでキンプリの永瀬廉さんがご自身の大好物のご飯を実演でご紹介されてましたよね。共演者の方がそんな永瀬さんのことを心配している姿もとっても印象的でした。そこで今回は腸活ダイエット整体師の私が専門家の視点から永瀬廉さんの大好物を解説していきます。目次です。1. 永瀬廉さんの大好物を食べる際の注意点。 2. 永瀬廉さんの大好物の痩せる食べ方についてお話します。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も健康で綺麗に痩せてキラッキラ輝く女性を増やしていきたいなって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録していただきましてお役立てください。では早速いきましょう。結論、永瀬廉さんの大好物はこちら、マヨネーズご飯です。番組内で実際にパック入りの白米をねレンチンされていて、そこにたっぷりのマヨネーズをかけて美味しそうに召し上がっていらっしゃいました。永瀬さんのようにキレッキレのダンスなどハードな運動をしている方にとっては、摂取したカロリーよりも消費したカロリーの方が多いので太りません。ところが普通の方が同じように食べてしまうともちろん太ります。とはいえマヨネーズご飯、永瀬廉さんと同じように大好きで食べてしまいますという方は、痩せるポイントをしっかりと抑えて食べていきましょう。ということで目次1、マヨネーズご飯を食べる時の注意点についてお話します。注意その1のポイントはこちら、血糖値になります。理由は、血糖値が急上昇するとその分脂肪を溜め込みやすくなるから。例えば白米はこの血糖値が急上昇する食べ物なんですね。そう、食べると血糖値が上がる、するとデブホルモンと言われるインスリンが分泌されますから、そのことで血糖値が下がる。すると何が起こるか、あなたはまたお腹すいたってなってしまうんですね。そしてまた何か食べてしまうという、でまた上がる下がると、その繰り返し、これが太る原因です。そう、食欲が収まらないんです。なので痩せるためにはこの血糖値をいかに急上昇させず緩やかに上げていくようにコントロールができるかできないかで太る太らないが変わってきます。なので注意するポイントはこちら、血糖値をコントロールすることになります。注意するポイント2つ目はこちら、栄養バランスになります。その理由は、栄養不足、バランス悪いとどうしても太ってしまうんですよね。例えば人はタンパク質量がある一定量取れないと食欲が収まらないと言われています。最悪なのが、朝食にマヨネーズご飯だけ食べているという方、朝から空腹時に血糖値が爆上がり、しかもこのタンパク質が全然足りないので、いつまでたっても食欲が収まらず、すぐ何かつまんじゃうとか、その繰り返しで結局食べ過ぎてしまうんです。またそもそも栄養バランスですね、悪いイコール栄養が足りていないと痩せるホルモンの材料も全然足りないので太ってしまうということなんですね。ではどうすればよいか。そうです、マヨネーズご飯の単品ではなくて、例えばマヨネーズご飯にプラスこちら、発酵食品をセットで召し上がってもらいたいんですね。例えば発酵食品で何ということで、こちらです。具沢山のお味噌汁だったりね、あとはぬか漬けですね、そしてキムチや納豆、ヨーグルト、チーズ、もしくは塩麹などの発酵調味料を使った味付けで召し上がっていただきますとバッチリです。なので注意するポイントの2つ目は、栄養バランスになります。では目次に、マヨネーズご飯の痩せる食べ方ということで、ポイント3つに分けてお話します。ポイント1つ目はこちら、置き換えるです。その理由は、血糖値の急上昇を抑えて脂肪を溜め込みにくくするためです。例えば栄養をそぎ落とした後の白米よりも、そのまま栄養が残っている玄米に置き換えてみること。玄米は低 GI 値食品といって、血糖値の急上昇をですねぐっと抑えてくれる
緩やかに上昇する食べ物なんです。なのでその間脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですね。また腸内環境を整えてくれる食物繊維が白米に比べてとっても多いんです。そのことでお腹すっきりデトックス、体のゴミですね、老廃物がしっかり出すことで代謝も上がります。また食物繊維はタンパク質と同様にあなたの暴走する食欲を抑えてくれる効果もあるんです。玄米のダイエット効果がよく分かったけれども、なかなか自分の分だけ玄米炊くのって難しいってお声もよく聞きます。そんな方はこちらパックになっている玄米ご飯があります。例えばこちらだったら酸味料、保存料、化学調味料が全部不使用の新潟産コシヒカリ玄米 100% ということ、こういったね便利なものが今手に入りますから、そうですね、1パック全部は多いので半分ずつぐらいの量で召し上がっていただくといいと思いますよ。なので痩せる食べ方その1は白米から玄米などに置き換えて食べること。そして痩せる食べ方のポイント2つ目はこちら、無添加の材料を選びましょうです。理由は内臓に負担をかけずに痩せ菌を増やすことができるから。例えばマヨネーズの原材料にこちら化学調味料などが入っている場合はそういったものを使わないということですね。どんなものがよく入っているかと言いますと、マヨネーズを手に取った裏の原材料名をチェックしてみた、そこにつらつらと原材料名書いてあるんですが、スラッシュになった後ですね、途中スラッシュが入っていて、その後に入っているものが全て添加物です。特に調味料カッコアミノ酸とカッコ閉じるとこう書いてあるものが実はグルタミン酸ナトリウムといって化学調味料なんですね。それが入っているものは選ばないようにしましょう。もしくは今新しい表記になっている場合がありまして、スラッシュがない代わりに原材料名の下に別枠で添加物〇〇と書いてあるタイプの食材もありますから気をつけてくださいね。今お伝えしたような化学調味料であったり、ましてや人工甘味料などが入っているものを食べ続けた結果、あなたは味覚異常になってしまいます。そうするとますます太る、食べ物がやめられない、止まらないという負のスパイラルと入ってしまいますから、ぜひ買う前にその原材料名チェックしてみてください。またこういった添加物には中毒症状が出る場合が多いと言われていますので気をつけてくださいね。そうは言ってもね、無添加の手作りマヨネーズなんて作るの大変、できませんという方は、例えばこちらイオントップバリューのグリーンアイシリーズマヨネーズになります。先ほどお伝えしました化学調味料ですね、調味料カッコアミノ酸を使っていない無添加のマヨネーズです。でこの裏の原材料を見てみますと、食用植物油脂と卵黄、まあ、卵ですよね、あと醸造酢、お酢です、食塩、砂糖、香辛料とこれだけしか使っていないマヨネーズありますので、別にこのブランドでなくても原材料がとにかく無添加であるものを選んでいきましょうね。なのでポイントはマヨネーズは無添加のものを選ぶになります。では痩せる食べ方ポイント3つ目はこちら、摂取量になります。もう当然ですよね、どんなにダイエット効果が高い食べ物でも食べ過ぎてしまっては結局カロリーオーバーで太ってしまいます。なので食べ過ぎ注意です。さあここまで動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩をすでに踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活ダイエット法で1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロを落とした方々たくさんいらっしゃいます。お知らせです。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から、この腸活ダイエットの具体的な方法を動画4本今無料でプレゼントしております。受け取り方法です。この動画の説明欄下、無料の LINE 公式より登録して受け取ってください。では今回の動画の大切なポイントまとめになります。1、材料は無添加の腸活になるものを選びましょう。2、単品ではなく様々な食材をバランスよく食べていきましょう。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に食べてみた、やってみたっていうご感想などコメントにいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです。玄米は消化に時間やちょっと負担がかかるんですね。特に胃腸が弱っている時などは柔らかめに炊いたり、もしくは普段から100回
ぐらい噛んで美味しく召し上がってください。